クレステッド月光にピンセットからご飯を食べさせたい。こんにちは、プラケです。いやね、うち今ツケマティとツケマロってね、2匹クレステッド月光がいるんですけど、いやね、こいつらが本当にね、もう僕のピンセットからコオロギを食べないんですよ。まあ、こうやってね、顔の前に持ってくんですけど、もうなんていうんですかね、もうピクリとも反応しないんですよね。でも食べねえなと思って、しょうがないから足取って、触覚を取って餌皿にね入れて置いておくと、必ず次の日ね食べてるんですよ。だからね、絶対コオロギはね好きなはずなんですよ。だけど絶対にもう飼い主の僕からはね、もう死んでも食べるかというこの意志の固さを感じますよね。もうなんならね、もうなんだろう、お前どうせ餌皿にまた入れてくれるんだろうっていう、こう今食べなくてもコオロギまた餌皿に入れてくれるんだろうっていう顔をしてますよね。もう本当にね、こうもう飼い主をね、こうバカにしてるというか、もうねそんな感じなんですよ。でね、これもう僕はもうね、どげんかせんといかんということで、1週間ほどコオロギをね置き餌するのをやめようかなと思います。まあ、要はね、僕からコオロギを食べない限りコオロギは食べれないと、そういうね背水の陣のシステムで、クレスとね勝負していこうと思います。まあ一応ね、今のところツケマティもツケマロも、まあ体型的にはねガリガリとかではないので、まあ、少しだけね人工飼料は上げつつ、この生き餌だけはね僕からじゃ食べないとあげないと、そんな感じにねしていけば、もうどこかでもさすがにもうこの目の前でコオロギをねこんな風にちらつかせてねいたら、もう食べずにはいられないようになるだろうと、そういう魂胆です。もうね、ツケマロもね来た日だけねコオロギ僕から食べてね、もう本当にあれですよ、もう全然食べなくなっちゃって、もういつもねもうコオロギも、ね、一番最初の方はね頭潰してとか、頭取って体液を舐めさせてとかやってたんですけど、それでももう全然食べないので、もうコオロギもねそれじゃあ死に損なので、結局ねミルワームの餌になってしまうんですよね、コオロギは。なのでここはねもう最後のね戦いをクレスたちとしていきたいと思います。いやー、さて飼い主とクレス、どっちが辛抱強く耐えられるでしょうか。ところで皆さんが飼っているクレステッド月光はコオロギをピンセットから食べますでしょうか。いやね、人工飼料をねなかなか食べなくて困るよなんていうね話はよく聞くんですけど、もうねうちのツケマティもツケマロも人工飼料はね口元に持っていくと、まあまあまあペロ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 舐めてはくれるんですよ。もう今なんかねもうコオロギペロペロしちゃってますからね、もう食べ方が間違ってるからね、ツケマティもう。でもね、コオロギはね本当に嫌いなわけじゃないんですけど、もうピンセットが嫌なんですかね、もう絶対に食べないんですよね。これね、なんかこうなると不思議なもんでね、僕もね意地でもコオロギピンセットから食べさせたいんですよね。やっぱりねこう爬虫類を飼っていて、一番こうなんて言うんだろうな、飼い主の楽しみっていうのはやっぱり餌をあげて、ね、ペットが美味しそうにねバクバク餌を食べてる姿っていうのが一番こう幸せな時間じゃないですか。それがねもうこのクレステッド月光たちは、まあ人工飼料はねペロペロ舐めてくれて可愛いんですけど、そのね野生味あふれるねコオロギをね食べる姿っていうのを、僕がねいない間に隠れてね
食べてしまうんですよね。だからどうにかね、このピンセットから食べてもらいたい、もう本当にね、その一心なんですよね。で結局1週間ピンセットから食べず、これも最後ね、これでダメだったら諦めようと思って、ついにね、久しぶりにコオロギの頭を取りまして、体液を舐めさせているんですけど、まあね、それでもね、もうこんな感じですね。もう全然ね、食べる気配がないですね。いやもうね、うちのクレスたちの頑固さをね、思い知りました。もうね、もうこうなったらもうしょうがないですよね。もう沖へで入れようと思います。まあ多分ね、沖へで入れたら食べるんだろうな。でこれね、生きたコオロギと冷凍コオロギを1匹ずつ試しにね、餌皿に置いておいたんですけど、まあ、生きたコオロギはね、僕がね本当にね、トイレ行って戻ってきたらもう食べてるんですよ。まあ、やっぱりね、久しくコオロギ食べてなかったんで、食べたかったんでしょうね。やっぱりね、僕が見てないとね、すぐ食べるんですよね。で冷凍コオロギだけがね、こうポツンと残されていましたね。まあ、やっぱりさすがにね、冷凍コオロギはね動かないんで、やっぱり食べないのかなと思ったんですけど、次の日ね、見てみたらですね、そのね、冷凍コオロギすら食べるんですよね。もう飼い主からの生きたね、生きのいいコオロギは食べないくせに、餌皿に置いとくとね、死んだ冷凍コオロギも食べるという、もうそういったね、結果となりました。でね、その後なんですけど、あのね、いいもの見つけちゃいました。これね、つけまろなんですけど、レオパーゲルです。コオロギはね、食べないんですけど、なんでかわかんないけど、レオパーゲルはね、ピンセットから食べるんですよね。いやこれね、すごくありがたいっすね。まあ、コオロギはね、残念ながら僕はピンセットからあげられなかったんですけど、どうにかね、レオパゲルであればピンセットからつけまろが食べてくれました。いや、やっぱりね、コオロギじゃなくてもピンセットからね、ご飯を食べてくれると嬉しいです。もうね、コオロギじゃなくていいや、もうね、もうこれでいいですよね。あのレオパゲル、もしね、あの僕と同じようにあのコオロギピンセットから食べてくれない方は、ぜひぜひレオパゲル試してみるといいんじゃないでしょうか。いや僕ね、本当レオパゲルは雪地を飼い始めた頃にね、当初あげてた以来あげてなかったんですけど、まあなんかツイッターでレオパゲルをね、結構クレスも食べるっていう話だったので、試しにね、もうあれですよ、もう本当に藁にもすがる思いで買ってきたら、まさかのね、つけまティまでもが食べてくれたんですね。いやこれはね、ちょっと感激でしたね。やっぱりね、ピンセットからね、こうバクッと食べてくれるっていうのは、いやこれはね、何にも代え難い飼い主の幸せだなと改めて実感しました。いやまあね、これピンセットからご飯食べてくれたんで、まあ、結果としてまあよしとしましょう。まあ、コオロギはね、未だ沖へでしか食べませんけど、今日はこんな感じで動画を終わっていきたいと思います。いやまあ、とりあえずね、餌を食べてくれて本当に良かった。ではまたクレスの動画も上げていきたいと思いますので、また次回の動画でお会いしましょう。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。